ただいまー。おー、いちまちゃん何やってんの。いちまちゃんはい、安定の無視。でも兄ちゃん慣れてるから平気だよ。ところでさ、お前アイス食う？アイス？うん。今さ、帰り道にデカパンのとこ寄ったの。そしたらアイスくれたんだよ、6本。でも今冷凍庫パンパンで入んないでしょ。二人でちゃちゃっと食べちゃおうよ。いやダメでしょ、6本って俺たちの人数分くれてんじゃないの。二人だけで勝手に食べたりしちゃう。大丈夫だよ、アイスちっちゃいしさ、残しといても溶けちゃうし、食べちゃおう。うわ見て、すげえうまそう。いろんな味があるね。俺先に選んじゃってもいい？いいよ、俺は別に何でもいいから。ほんと？サンキュー。どの味にしようかな。よし決めた。俺はね、ソーダとコーラとメロンとオレンジにする。それではいただきまーす。どうしたの？いちまちゃんも早く食べなよ。いやちょっと待って、今何取った？だからソーダとコーラとメロンとオレンジだよ。いや今アイス何本あんだっけ？6本。何取ったんだっけ？だからソーダとコーラとメロンとオレンジだよ。お分かりいただけただろうか。え？お分かりいただけただろうか。急にどうしたの、いちまちゃん。怖い声出して。兄ちゃん全然分かんないんだけど。アイス6本あんだろ。そうだよ。でも4本取っちゃってるよね。兄ちゃんよく分かんない。というわけでいただきまーす。待てなんだよ、早く食べないと溶けちゃうから。一旦アイス置いて、アイス置いて俺の話を聞いて。何怒ってんの？どうしたの？アイス6本なのになんで4本取るんだよ、おかしいだろう。何が？じゃ例えばだよ、例えば今ここにアイスが2本あるとするでしょ、それを2人で分けんの、何本ずつにする？何それ、1本ずつに決まってんじゃん。だよね。じゃあ次、アイスの本数が増えて4本になりました。これを2人で分ける、何本と何本？俺が3本でお前が1本。ここだ。ここからおかしいんだこいつ、ここから変なんだこいつだって。アイスは4本あるんだよ、4割る2だよ、答えは何？3と1だよ。なんでどういう思考？今お前は今までどういう人生歩んできた？うわ、ソーダ味すげえうまい。アイスを食うな。俺の話を聞け。だよ、もううるさいな。わかったよ、3本3本にしてておねだりしてんのね。いやおねだりとかそういうんじゃない、もともとそうなんだよ。食べたいんだ、アイスいっぱい。いいよ、いちまちゃん3本食べなよ。いや言い方がすげえ腹立つな。兄ちゃん優しいからさ、1本お前にやるよ。やるよってなんだよ。やるよって言い方はおかしいよね。3本目はもともと俺のアイスなの、なんで俺がわがまま言ってるみたいにやるの。そんな感じやめて。怖いよ、何こいつ。あと俺も一番食べたい味はソーダ味だから。ソーダもう食べちゃったよ。知ってるよ、目の前で見てたよ、心臓がキュッてなったよ。なんだよ、もうめんどくさいなこいつ。せっかくアイスもらったから二人で一緒に楽しく食べようと思ったのにさ。もうレアだ、2階で食べるわ。じゃあね、いちまちゃんってさ、なんかちょっと変なところあるね。はぁ、俺が変なの？いや変なのお前だろ。ちょっと展開しろ、今の発言を展開しろ。おーい。
どうしたの一松兄さん、でっかい声出して。聞いてくれよ十四松。あ、今あのクソ長男がさ、デカバンにアイスを6本もらったらしくて、それを2人で分けて食べようとしたんだけど、あいつなんかなんでか4本持ってるんだよ。おかしくない？変なのは向こうだよね。俺は常識的だよね。それはひどい。だよねだよね。よかった、分かってもらえた。一松兄さん、え、なんで6本もらったのにこっそり2人だけで食べようとしてんの？信じらんない、常識がない、見損なったよ。バイバイ。変ね。あー、違うんだ。悪いのは全部あいつなの。我が家はいつもこうだよ。